こんにちはテンバーアカデミフリヒヨです今日は買い取りサイトの作成方法ですね。それと買い取りサイトの作成を考える時期。あともう一個、買い取りサイトをね、えー、作るのに向いている人。まあ、これについてお話します。まあ、買い取りサイトはね、えー、作るとすごい仕入れが楽になります。ですので、えー、繰り返し売れる商品があると、この商品をなんとかね仕入れたいなと。 買取ショップ行っても値段が合わない時が多いとかね、ネットでも出てるけど値段が合わないと。要は値段さえ合えば売り物はある。んだけど値段が合わなくて買えないという商品がね、いくつかある場合は買取サイト非常に有効です。ただね、作成には根気が必要です。a アマゾン輸出の場合、本当にね、a アマゾン輸出以外の物販やった方にはわからないんですけど、 普通のネットショップとか、リアル店舗で売るのに比べたらね、リスクゼロね、結果すぐ出るというようなね、本当にね、えー、すごい夢のような仕組みなんですね。まあところが、まあ買取サイトの方はね、通常の、まあ自分でお客さんを集めなきゃいけないということになりますんでね、早くやろうと思えばお金を使って広告出さなきゃいけないし、まあやることもね、えー、まあ多いと。ね、物を買って売って儲かったらまた入れるというようなね、 え、単純なその販売、Amazon の販売のように簡単ではないです。ただし、Amazon で儲かってきて次に何をやろうかと考えたときにですね、まあネットショップを作ろうとか言うとネットショップのライバルっていうのはとんでもなくたくさんいるわけで、まあその中で勝たなきゃいけないわけですから、これはっきり言って難易度が高いですね。まあ、ところが、買い取りサイトというのはですね、作り方を分かっている方が少ないんで、まあ意外にね、えー、作ると儲かってしまうと。 いうようよなな、ね、形にアマゾンでね、も、えー、儲かるようになったと、まあ、次はね、えー、どうしようか、で、大体普通の人はね、販売先を増やします、eBay でも売ろうとかね、えー、あるいは、ドッグショップを作ろうとか、えー、楽天とかヤフオカはどうかなとか、ね、いう方に行きますけど、まあ、正直、えー、この買い取りサイトを作ってね、えー、仕入れを安定させようというふうに考えた方が、えー、稼ぎやすいです。 でこの今話していることがですね理解できてじゃあ,まあ3ヶ月か半年かやってみようと思うんであれば、まあ、買取ショップの作成に向いてでますで、まあねえー。自分で納得して始めることなんでね3ヶ月半年続くと思いますので、えーまあ、今期もあると、ねで。仕入れる商品の方は まあ当然あるでしょうしまあ、この辺はねうやむやでも逆にこれって決めたのがねライバル強くて作れないという場合もあるんで、まあ、じゃあ、買い取りショップ作り作りますという形でね手を挙げていただければ教えていきますし1回、ね、軌道に乗ってしまえばこれはすごい稼ぎやすいですまあ、で買い取りショップがね今、稼ぎやすい簡単に作れる一番大きな理由は実は YouTube の広告が非常に安く使えるっての大きいですねまあ、広告プラス、あと無料ですか SEO 効果的なものを考えても、まあ、正直ね、かなり、えー、抜け道というか、お得というか、えー、やり方が YouTube を使ったやり方になります。でね YouTube 絡めてね集客するとね、ね買い取りサイトうまくいくんじゃないのかなと思って始めたことなんですけど、ま,あ、まんまとハマりましてですね、 え正直これね、もう聞くからにめんどくさいとかや、何をやったらいいか分かんないって形で、えー、手を挙げてやり始める方少ないですし、えー、ちょっとやり始めても続ける方少ないんですけど、やり始めて続けてさえいればですね、えー、もうこれ、変えて、一旦軌道に乗れば、えー、非常に、えー、儲けやすいというかね、仕入れが安定するんで、おすすめです。これはね、えー、もう嫌がってる人を説得してね、やらせるようなもんじゃないんで、まあ、この、 みんながやらないからね、えー、やると、えー、儲けやすい。そして今 YouTube があるからね、安上がりに集客できる。あるいはね、えー、大した、えー、高度なことをしなくても集客できる。えー、で、販売先として Amazon というね、えー、もう強力な販売先があるんで、買ったものがすぐ売れるんで買い取りサイトがうまくいくと。まあ、なかなかこんな出向条件が3つ揃ってることはないんで、まあ、だからこそお勧めしてると。 いうのがねえー、なるほど空面白そうだねと納得できた場合には、まあ、回答サイトを作成してはいかがでしょうか、えー、作り方の方は、ねえー、きちっと指導させていただきますので、えー、興味がある方はご質問ください以上転売を堀秀夫でした